中で外食を控えている人たちに地元飲食店の料理を楽しんでもらおうと、金沢市の石引商店街がテイクアウト販売を行いました。石引ストリートグルメは、時短営業や休業で苦境に立たされている飲食店を応援しようと、石引商店街振興組合が先週から週末に開いています。今日は地元の洋食店や寿司店など15店舗が自慢のメニューを弁当にして、およそ600食を販売しました。本来は事前予約制ですが、当日販売の弁当もあり、訪れた客は飲食店の励みになればと何種類も買い求めていました。まあ、なかなかちょっと外食とかできない時なので、お家で安心して食べれるし、知ってるお店もすごい多いので、頑張ってほしいなっていう気持ちも込めまして、はい。石引ストリートグルメは、石引下馬地蔵広場で明日も開かれます。